ということでヘルカルレディオのお時間でーす。はい、パクです。キキです。キキです。もうすぐ12月が、12月ですね。いやもう多分この動画を公開する頃には大騒ぎになってると思います。間違いなく知ってますか、12月3日に何が行われるか。12月3日土曜日、映画ですか。土曜日だったかな。土曜日かな。土曜日かな。多分。土曜日かな。公開ですか。スラムダンクの映画が公開される日です。すごいですね、スラムダンクって。いやすごいですね。でもすごいけど、私もだけど、皆さんも世代ではないよね、多分。世代じゃないですね。絶対終わってるよね。終わってますね、終わってます、終わってます。私も初めてスラムダンク見た時はもう連載は終わってた。でも、学年でスラムダンクを読んでバスケ部に入る子は一定数いた。いなかった。それはね、いなかったです。ただでもバスケ部の人はみんなスラムダンク読んでる人。あ、でもそれはそっか。ちゃんと読んではいる、ね、バスケ部になったからスラムダンクを読むのか、そうスラムダンクを読んだからバスケ部になったのかみたいなところがあるよね。青春の金字塔ことバスケ漫画スラムダンクを満を持して、うん、まあアニメはやってるんだよね、昔にね、一回やってるんだけど、現代のあれでティザーとかも出てて、なんかぬるぬるでしたよね。なんか CG なのかなって感じで、ぬるぬるしてましたね。ぬるるるってしてて、どういうことなのか、どういうことなのかなってずっと見ながらこう思ってる感じで、監督井上武彦、脚本井上武彦、楽しみでしかないと。ご本人がやっているっていう。漫画家さんがアニメの監督ってね、どう。でも井上武彦さんアーティストじゃないですか。そうだよね、うん、もう漫画家っていうかアーティスト、うん、現状何の情報も開示されてないから全然されてないですよね。この12月3日回公開って聞いてびっくりしました。まだなんか2年後ぐらい年単位であるからみたいなね。そう、でもその感じの情報だよね、うん、だって間もなく公開のすずめの戸締まりはもう結構出てるからね、予告、うん、とかね、うん、主題歌とかね、いろいろ出てるけど。確かに主題歌、そうですよね、うん、まさか、君を好きだとがもう一回使われるのかな。それ流れたらみんな泣きますよね。無条件に泣きますね。私はちょっと思った、世界が終わるまでだったね。あれもオープニングだったっけ、世界が終わる、エンディングでしたっけ、エンディングだったっけ、どうだったっけ。もうどっちでも泣きますよね。どっちでもですよね、うん、どうなるんだろう、どうなるんだろう。でもそっか、地元だよね。あ、地元です。あ、そっか、はい、湘北高校、湘北高校、湘南高校のモデルの中え、でもそれこそ生徒だから、学年にめちゃめちゃバスケ部好きな人とかいない。おー、でもやっぱちょっと世代じゃないのかな、でもあの鎌倉高校前の、なんでの鎌倉高校前の坂、はい、の地からこう踏切があって海がこう見えるっていうのが、ね、一番有名な景色、はい、あそこすごいいつも観光客のがいっぱいいて、眩しい光を背に、ね、そこですね、オープニングの背にね、わかるわかる、まあ、みんなあそこはスラドンだから ね、でも楽しみなんだけど、もうどこをやるのかもわからない、何をやるのかもわからない、うん、けどチケットは発売されているっていう、そうなんそう、史上初の1ヶ月前から初日チケット、やろうと思えばできるってことだもんね、それなんか全国の劇場でもう全部座席が買えるんですか、なんかみたいなんですよ。でも分かんない、指定されてるのかな、普通は前週の、そうですよ、当週か2日前、はい、3日前ぐらいだよね。そこが鉄則かと思ってたけど、余裕を感じますよね、あの情報解禁の感じ。そんな乱発したり、うん、なんかその見せなくても、ね、みんな来るでしょと、スラダン映画やるよ、井上武彦だよ、はい絶対に初日行かないとっていう人が何人いることやら、みんな声優も解禁されてないんだよね。そうですよね。え、アニメの時の声優さんって今もあの緑川さんでしたよ、あのルカワが。なるほど。それだけはそう鮮烈に覚えてる、ルカワが緑川先生でした。グリーンリバーライト先生だったと思います。結構まだ現役でやってる井上和彦さん。和彦さん。和彦さんは漫画で、和彦さんとかも出てたような気がする。全国です。全国？へぇー。で、5日から、11月5日から。そんなことできるんですか？全国の
買えます、買えるようになってます、ね、12月3日のチケットを12月1日からもう買える、買えちゃう、あすごいな、これ国を取るつもりの興行、これやばいですね、いる、どこやると思う、どこやると、ザ・ファースト・スラムダンクでしょ今、でも確かに今考えたらザ・ファースト・スラムダンクだから、私は本当に花道が入学してから、はい、そっか、じゃああれですか、新劇場版エヴァンゲリオンみたいなことですか、どういうこと、新劇場版エヴァンゲリオン、エヴァンゲリオンアニメあったけど、うん、劇場版で最初から始まったじゃないですか、はい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 、そうねそうね、みたいに最初からもしかして続くってことですか、でも僕はザ・ファーストだけど、そこやると絶対三王戦まではいかないなって思ってて、その間にだってほら2個ぐらい、あ三王戦のピオの人とかなんか、まだ慌てる時間じゃないのだっけ、田岡監督とかあそことかいろいろ3校ぐらいあるよね多分ね、でもこれ本当に下手したらこれザ・ファースト・スラムダンクで、うん、後編ザ・セカンド・スラムダンク、うんか、もうザ・ラストザ・ラストして前編後編ありますよね、うん、だってどう考えても入んないですよね、だって絶対そうですよね、でもそのファーストだったとして花道入学からだったらじゃあどこまで、確かにどこまでやるんだろう、坊主になる、ならね、で坊主になるの結構最後の方だよね、最後の方、そうです、そうそうそう、ルカはいてミッチー入るところぐらい、ミッチー体育館で、あの体育館占拠されて、はいはい、前半のみんなが忘れがちなところ、そう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 。もうスラムダンクはさ、あの湘北校の皆さんもいいんだけど、あの敵校の皆さんもかっこいいんだよね。仙道とか好きですよ。仙道好きそうだなってちょっと思った。一番好きなのはシルカワなんですけどね。ああ。すごい落とした感じのね。仙道も好きです。私マキさん。あマキいいですよね。なんだっけ、海南大付属だ。そうです海南大付属の。あのでっかい人、でっかい人、ね、色の黒い、あのちょっと老けてるって言われてるぞ、どこが一番好き、スラムダンクの名シーンで言うと、でもみっちゃん好きですね、三井久志、はい、ああ不良でね、はい、ノーゲルで出てきて、ね、なんかあのバックボーン、なんか元は不良だったけど、うん、なんか私あのみっちゃんがあのあと試合で体力不足で交代に入ってない、はいはい、あのそうポカリを開けられないところ、カイロのポカリを買って、俺はなんて無駄な時間を、まあそこはすごい、そうすごいすごい好きですね、うん、みんな覚えてるやつかも、うん、ね、どこ一番好き、私やっぱ三能線とかもほぼなんか泣きながら読んだ記憶あって、爆泣きしましたね、あの辺とかも親父の栄光時代はいつか、はい、俺は今なんだよって言われて、あれ結構深夜に友達に借りたスラムダンクを、うん、なんかもう途中でやめられなくなっちゃって深夜2時ぐらいにちょうどあの辺りをもうボロボロ泣きながら読んで、で次の日目パンパンみたいな、あの背骨ピキってなったところぐらいからね、そうですね、片道がね、あのメガネの先輩誰でしたっけ、トグレー、メガネ、あ、トグレーもう好き、こう見守り、見守り、めっちゃいいですね、儚い、なんか頑張れ頑張れって頑張れって最後までね、メガネ先輩いいよね、海南大学でもなんかひょろひょろっとした子がいるんだよね、なんかメガネくんの違うこうシュッとしたサングラスかけてる子がいて、すごい花道とかにバカにされるんだけど、実は3年間努力して海南大学のレギュラーを取った男だぞってこうマキが言う、ひょろひょろの子がいて、でもこれを全部収まる映画何分なんだろう、2時間、2時間半、2時間半まで行ければ、でもどっちみち多分絶対もう全部やるの無理じゃないですか、うん、だけど井上さんが監督とか脚本とかもやるのにそんな中途半端なこと許してくれるのかなとか思うと、やっぱこれは日本これ作ってる説っていうか、そもそも論していいですか、私、はい、スラダン読んだの結構最近なんですか、2年、あめっちゃ最近、すごい記憶が鮮やかだね、そうなんですよ、でそれまでスラダンみんな岩さん聞いてるけど何なんだろうと思ってて、はいはい、で読んでみて、えなんか全然桜木花道全然2年生、まだ1年生で、1年生1年生のあって、ね、春だから2年の春までかなしかないじゃないですか、うん、確かに何このシリーズ、なんか
自力で、うん、もっとあると思った。いやそう普通に3年生まで引退まで行くのかなと思ったんですけど、でもあれあともこれしかないのにまだ1年生だぞ、まだ1年生だ、まだ1年生だぞってなって、えあの後どうしたのっていう。確かにそもそもなんであれあそこで終わっちゃったんですかね。それは私もなんか、なんでなんだろう、うん、とは思う。だいぶ消化不良ではありますよね。そうえみたいな。三能線で全てを出した、あの小学は、ね、そうそうそう、次の、嘘みたいにボロ負けしたって一文でおしまいで言ったんで、うんうん、そう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 、あれ本当は書くつもり第2部とかあったけども疲れちゃったのかなとか思ってたけど、よく考えたら2年生の花道から始まる可能性だったんだよね。あもうまるっきり新しい、そう、うわそれ熱っそれ熱っそうするとゴリ出れないんで、ゴリ3年生そうだ卒業しちゃってる。そう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 、でも監督がご本人だったらいくらでもできますよね。あそうね、そうよね、うん、続編の話もあるかもしれないし、私はそこを期待したいですね、未来の生まれない新しい道をみたいな。そうですよね、あのエヴァンゲリオンも案外ちゃんと終わったから、その最初はやりつつ、うん、余波ぐらい、ハグぐらいからちょっと全然軌道が変わってて、うん、どこ行ったどこ行ったまたで割とちゃんと終わったみたいな、うん、きちんと終わったから。ザ・ファーストっていう言葉がなんかちょっと、そうなんですよね、だってもうファーストじゃないんだもん、テレビアニメやってたから。えでも今キャストで一応ゴリいるんだよね、あの報じたとか見るとビジュアルにゴリはいますもんね、いるよね、いますいます。ちょっと全然方向性違って、大人になったみんなが出てきた映画でよくある、あのその間から耳を澄ませばみたいな、ちょっと嫌な予感するな、嫌な予感する嫌な予感しますね。社会人になった桜木が社会人バスケ始める話だったらどうする？そっちですか？高校生でいてほしい。でもなんかバスケ部の子に聞いたけど、バスケってそのインターハイ終わった後冬にも大会あるんだよね。あ、そうなんですね。インターカップっていうのがあって、それが2大大会なんだ。バスケ高校バスケ前の。ウィンターカップ編かもしれない。もしかしたら、あなるほど、幻の、まあ言っても私はスポコンにはついていけないです。なんかあんま好きじゃなさそう言いながら思ったけど、そんなすごい泣いた、スラダン泣きはしなかった、泣きはしなかった。いや本当に面白いし熱いなと思いましたけど、まあ根本的にスポコンはちょっと馴染まない馴染まないタイプの人まあでも私もこんななんか夢中になってようなるスポーツ系をスラムダンクだけですね。あとまあタッチ、タッチ読んだ、タッチ好きなんですよね私。タッチも読んだな、読んだけど最後の方しか、もちろんもうだいぶ記憶薄いですけどね、タッチ好きなんですよね。タッチも最後結構ふんわりした感じで終わる、ね、最後の大会勝つか負けるかみたいな感じで、ありがちなんですかね、気持ちなんだの終わり、ヒートとしてすごいみたいな。ちゃんと3年生までやったスポコンってあるの？わかんないけど。あでも配球とかは、そうなんだ、確かちゃんと卒業まで行ってないのかな、でも割とちゃんと終わりましたよ、あれは。ちゃんと終わってた気がします。大きく振りかぶってっていう野球はすごい好きだったんだけど、はい、ちょっとだいぶスローペースで、はい、多分もう十何年やってるんだけど、まだ2年生ぐらい、あとまだやってる、まだ続いてるんですか、長っ、そう、いつまで経っても2年にならんと思って、あれとかだって私小学生の時とかもうやってた気がしますけどね、まだもう十何年はやってるんですよね。そう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 、生き物係がね、オープニングだったそうだ、懐かしい、すごい最初面白かったんだけど、だん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 なんか息切れしてきて、ね、いつまで経っても学年が変わらない季節が変わらないと思って、最近の漫画長いからスラムダンクくらいでさらっと終わると、そうです、ね、ちょうどいい感じがするよね。でもちょっとこれの動画が公開される頃にはもう全部発表全容が、そう、何が分かってるはずだから、その時にこれを見て答え合わせしよう、何が一番正解だったか。で、ね、じゃあ最後どうやって終わると思う？もう私は無謀にもその未来にかけます。未来つながる。未来か。はい。
定番で最初の桜木から始まって、はい、みっちゃん加入ぐらいまでやって、はい、もう2時間経ったけどと思ったら後編の予告が入ってきて、うわ熱っコナンみたいな感じでエンドロールがバンってなって来年のみたいな感じになる。キーパンキーパンあれでもなんかそれ結構私可能性高そうな気がしますね。でも結構これはね叩かれると思うので最初から前後編って言わなかった。これはどっちかなという感じだけどそっちにちょっと行ってみようかと。なんか私あれなんですね、なんか三能線のあれ、はいはい、あの下りってアニメになってないとか。あ、そうなんだ。なんか分かんないです、嘘かもしれない、嘘かもしれないなんか有識者から聞いて、なんかそんなような話を聞いて、だから絶対三能は映画入ると思うみたいな、聞いたんです私。でもなんか三能線のぬるかわと桜木さんがバシーンってやるところのあのモノクロの絵ってめちゃくちゃ見るもんね。はい、あそこを見たい人はいっぱいいる気がする。だから私多分三能とプラスそ終わってからの、うん、そこ後日談、後日談みたいなのをこうセットで漫画だとあの文字だけあったところを映像で見せてくれるんじゃないかなっていうのはどうでしょうか。見たい、ね、いきなりでもそう、もう日本国民全員も読んでるからいきなり三能線から始まって何の紹介もなくても全然大丈夫です、まあ、とりあえずもう小北の5人くらいはもう全然大丈夫だもんね。これだってまさか今いるんですかね、何もスラムダンク何も知らないけどいるんですかね、そんな人も見たことないけど、そんな人いるかな。でもいないかもね、確かにいないいなそうですよね、そこまで来ちゃったそうとりあえず漫画読んでから行こうかなって言って。あ、でも私とか前ドクターストレンジ何も知らない。そうだ、今の人何も知らないよく分かってるから何も分かりませんでしたもんねスラムダンク無料、まあ、公開がきっと来ると思う。ああ、ね、無料公開期間が来てほしい。ちょっと読み返してみたら、ね、え、これ確かそろそろ無料公開、今から無料公開しない、最後2週間ぐらいでバーって全部公開して、うわーって感じがしながら見る、死んだもんねまだまだまだ騒ぎたら死んだもんなっちゃうから、やだ。ちょっとみんなで12月公開されたら答え合わせしましょうね。楽しみ。